ね学習会オンライこんばんはこんばんは。こんばんは うんいらっしゃいませ待っててくれてましたかカレンですなんかちょっと画面が変に明るいなうんこれかない方がいい説あるねこれは、えー うんうんうん、よくわからんのは触らん方がええということでやめました一日店長ね来てくれたねサッカーもありがとうあんしてくれへんのって <laughs> インスタ見てくれたみんなみんなインスタは見てくれましたかさっきね投稿したんよさっき みんないいね押してくれたかな彼はほんでみんなの,あのインスタのコメント読むの大好きやからコメントも読んでおテ TikTok も書いてくれてる見てくれたーちょっと初めてああいう感じのにしてから頑張ってみましたどういっぱいいろんな t i k t o k e ーさんそういうおしゃれなお姉さんの見るの好きやからさ見ながらめっちゃ研究した <laughs> 極めらられたらなって思ってて思メンバーでそうにやってレコーラーになって思ったからちょっとこれからね、せっかくさお出かけも好きやしメイクとかファッションも好きやしお買い物も大好きやからそういうのをねなんか皆さんに共有できたらなと思って、うん、初見でしいらっしゃーい!でね」。ねやっぱ可愛いといしありがとう。 ロッキーでね、行ってきました。四人で。受付ポチポチ完了済み。さすがー。みんな。ぜひ握手会、オンラインお話し会。そして、片叩きアンド写メ会もあるので。来てください。こ、はい、んばんは。こんばんは。ティックトックも見たよー。嬉しい。みんなティックトックでもコメントください。 プロデキューチップスのスペシャルボックス届いたてい,い,ないいないいないいなマークマークの応援を待ってます <laughs> こんばんはこんばんはこのなんかライトに当たると色が黄色く発色するからなんか髪もめっちゃ明るく見える顔もなんかちょっと黄色っぽい やるし。こんばんは。こんばんは。うん。とていつも家で配信してるのにしょ。こんばんは。<laughs> 握手会行きたいのに、来てください。あ<っ>来てください。絶対に来てください。 こんばんは近づいたらあ確かに遠の,か <laughs> 遠のいたらマシな、うんかな遠のいたらマシマシになりやしたでしょうか肩たきメンバーがしてくれるそう肩をねポン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 ってさしてもらいます誕生日に会えるの楽しみ、はあ お誕生日の時なの横浜横浜にも行きますよいっぱい来てななかなかねちょっと遠い遠いって言ってもでも遠くでも来てくれてるもんねいつもはるばる来てくれてるねみんなありがとういつもダメです来てくださいお仕事って方はオンラインお話し会来てください めちゃなめちゃなあの部数悔しいんです <laughs> なので、ん当に早期万円読んで完売させてはい第2句は徳川全部来てください全部全部横浜待ってるあ待っててください会いに行きます <laughs> 検討って待っててください 朝一から横浜行きますめっちゃ嬉しいありがとうねなんか関西じゃない方にも会えるちゃんと日程があったのが嬉しかったしだ、ま、ねそうやって待っててくださってる方がいることが嬉しいです無数追加って <laughs> 本当に無数追加させたいです皆さんポチポチもんしてくれてますか ぜひね明日朝とかバタバタすると思うので今プチプチしてくださってたら嬉しいですあれも待ってるよ質問とか何かあれば横浜遠征しますありがとう会いに来てくれるのお金に金に仕事休みとっていくねってめっちゃ嬉しい会えるの楽しみにしてる シャメだけ行くかもじゃあもうシャメめっちゃ撮ってないっぱいあでいっぱいあでセレッソの湯に名前入ってるのもらえたのもらえたんですいただきましたそうそうそういただいちゃいましただからまたあの何感染に行くときに来たいなって思ってます 次のあのホームゲーム行きたいけど昼夜公演なんですよね公演なんだよね多分公演の予感がするの引けなさそうなんだよね弾いてもいいですかって聞いたら「うんスケジュールが」って言われたから多分公演なんよな <laughs> 公演ばかり好きやからそう 嫌とかじゃないんだけどちょっとかぶっちゃったっていうのがめっちゃ悔しいこんばんはこんばんはお疲れ様ですお疲れ様です <laughs> ありがとうお塩のお塩のツイート好きですよ彼はちょっといっぱい話そうねまたいっぱい話そう大阪横浜オンライン全部撮るねうれしい 遠征してくれるってことをほんまにありがとういつもいつもありがとうこんばんはこんばんは一時受付最高ポチポチ嬉しい嬉しい最高ポチポチしてくれましたか久しぶりに美人さんのお顔見れたおじゃあ握手会でも見に来てください オンンライン話し会も肩たたきもしゃめ会もフき <laughs> てな待ってるでおタヌキのポップアップ行くそりゃー <laughs> まだまだ行けるか分からんけどめっちゃ行きたい。です 美ちゃんといつ野球観戦するのもうずっとあの会うたんびに野球の話してて本ンに行こうっていうのを彼はめっちゃ言ってるそうでもほんまにあのチームが一緒じゃない時から彼はみゆちゃんとあの一緒のチームになりたいなって思ってたからうんだから今一緒になれてるの嬉しいしお出かけもしたいしご飯も食べたいしとかめっちゃ思ってるそう特になんやろ なんか前からずっとめっちゃ話したいなとかすごい気になる存在うんなんか年がお姉ちゃんなのもあるかもなんかお姉ちゃんっていう感じがするから喋るとる時はなんかカレンが後輩って後輩じゃないや先輩って感じになっちゃうんやけどでもやっぱどこかお姉さんって思ってる部分があるからみゆちゃんのことをそうだから そんんなお姉ちゃんと遊びたい <laughs> なんかあのアレッサのお姉さんみたいな感じそう好きな多分年上お姉さん紳士もそうやし年上のお姉さんといるのが遊ぶのが好きなのかもカフェしたりするのが楽しいって思う。 うん、でもゆいのもはるちゃんもやっぱ同期やからめちゃくちゃ居心地いいし大好きなんか年下って感じがいい意味で何にもしない同級生って感じ心身もそうやし同級生って感じ <laughs> かえちゃん何横浜行くわら最高やんマジ嬉しいそれはめちゃくちゃ 横浜の会場会場社事務所から5分だわもうじゃあもうずっといてください4分4分間ずっといてください <laughs> そうちょっと横浜の,あの日が一番部数少なくってんんだからちょっと部数増やせるようにしたいってめっちゃ思ってしやっぱ横浜っていうねなかなか会えない遠い方にも 会えやすいかもしれないので、いろんな方にね、会えるのもめっちゃ楽しみなんです。こう会いに行けることが嬉しい、彼の方から。うん、みんな来てくださるからさ、いつもはわざわざ。だから、会いに行けることも嬉しいです。<laughs> こんばんは。こんばんは。 今回やっと会えるイベントなので応募しました最高ハーリーさんありがとうサッカー楽しすぎたからお話ししたいあーめっちゃ良かったよねめっちゃ良かったよね楽しかった彼もめっちゃテンション上がったたくさん話そうだ嬉しい海人さん話しましょう服もいっぱいねゲットしてくださってありがとうございます みんな気づいたかなダズリの日があるの気づいた気づきましたか可愛すぎてって言ってくれてちひろちひろちゃんちひろくんちひろってどっちのさあるよね男の子にもねいるよねめっちゃいいなって思ううんなんかそういう名前めっちゃ好きなのひなたとかもさ女の子も男の子もつくじゃんうんめっちゃ好きって思う 彼はあのもし男の子に生まれてたらひなたくんでしたそうなんですこんばんはこんばんはあ実習がかぶってないと願ってオンラインと大阪ポチポチしますねってあおうねアイヌ来てな待ってるで来てなあ初見さんも 全然お気軽に質問とかもし気になって取れますとかあったら言ってくれると嬉しいですお気軽にどうぞこんばんはこんばんは美人すぎて肩こりはマジ <laughs> こともこともええでとてもええで,こてもええで彼がポンポンしてあるゆ大人のあざという2人やな確かにそうだよカも大人やからさ 部屋で大人の、大人の、あざとさを出していこうと思います。土日頑張って予定合わせる、嬉しい、嬉しい。きて来て。みゆちゃんと金田仲良しの嬉しい、おお。ポピュラ、ピュです、そうです、ピュです。 劇場公演のカレンダー見てからめっちゃ気になってる嬉しいいつ来てくれたんやろ最近かな嬉しいしっこ,っしっこ,っこんばんはこんばんはシンシンもお姉さんって感じするのえっ、ー、どうなえっでもたまにする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 よするする時するけど年下に思うことはないやっぱりないけど うんなんか同期ってみんな同級生の感じがめっちゃしちゃって同級生って感じやけどでもしんちゃんはなんかふとした時にあやっぱお姉さんやなって思う時はあります「ルッキー大好きよ」ってうれしいありがとう <laughs> こんばんはこんばんは24歳になったんでしたっけ23になりました ピロピローピロ,ピ,ローピンク連ンね、もね T シャツ持ってくださってる方少ないかなと思ってまだ考えてないです、うん、結構過ぎちゃったからもし持ってないから買おうかなっていう時にないかなと思って今回外してますうんみんな来てね こんばんは。こんばんば会いに来い。会いに来い。え、ほんまにさ、あの、もばめで送ったんやけど、すごく嬉しいハッシュタグを作ってくださってて、めっちゃ嬉しかったです、ほんと。生誕祭の時も言ったけど、こう、分かってくれてるんやなっていうのが伝わってくるのがすごく嬉しいです。ありがとうございます。悔しい。こんばんは。 関東みんな嬉しいえね関東会いに行くからね会いに行くんで会いに来てくださいパシフィコまでは行くのでお待ちしてます横浜行けるの嬉しいこの前の試合で初めて見て気になってます何の試合やろう星になっちゃった何の試合やろう えー、嬉しい嬉しいっぱいありがとうございます今回初めてお友達と写メ会行くのあなるほどお友達と来てくれるんや待ってるねイェーうしい野球のサッカーも好きなんだね好きバスケも好きやで ササッッカカーーのの魅魅力力教えてむずなんか野球の魅力も難しいしなんか見てて楽しいからさここが楽しいってどこか分からんねもちろん点が入って嬉しいっていうのあるんやけどなんか全然違うんやけどね野球の方が何だろう人がコロコロ変わるし表裏があるから展開がどうなるか分かりにくい。でもサッカーは うん点がすぐ入るかって言ったら入りにくいけどだからこそ入った時めっちゃ気持ちいいってのもあるかもうわわってなる <laughs> うんまた全然違う全然違う良さがあるなって感じだしどっちも同じ意味ではどっちも面白い、うん、楽しい見てて,リン来て会いに行くほんまゆきちゃんいっぱい話聞かせてな。 レイ、レイくん、確かに確かにいいよねいいよね横浜も行くわって待ってるそう遠征してくれるんですか待ってるって言ったけど遠征やんやっと嬉しいのやっとダズリンピンク色マンお披露目できますわほんまや <laughs> お披露目しておじいちゃん見せて見せて 3日間の余韻で地方の研修頑張れたってよく頑張りましたみんな頑張っててえらい番目のお返事とかさツイッターとか見ててもあみんなも頑張ってるんやなと思って彼も頑張ろうって思えてますいいなーってっていいなーって カレンちゃんに会えるしカレンちゃんのプラスになるのなら頑張ってポチポチいっぱいしますありがとう嬉しいタカさんありがとうございますめっちゃ嬉しいです嬉しい待ってますお願いしますこんばんはこんばんは何回 50かと治るかも。治るのに頑張るわ。<laughs> 頑張るわ。美人すぎて幻だと思ってる。ほんまかい。ほんまかい。<laughs> ありがとう。幻 <laughs> 全然会えてないから早く会えた。え、ね、あゆみちゃんめっちゃご無沙汰してない意外と。意外とご無沙汰してるやんね、最近。 今日の劇場も芸術点高みだったな <laughs> それなちょっとちょっとヒヤヒヤ声増してない最近なんか増し増しの増し増しやんねやばない5年ぶりの握手会かオンラインかマジで悩むおどっちもどっちも来たいなよゆうどっちも来たいなよ <laughs> 待ってるよそこのあなた ああ、流れちゃった。今日も四に投げるね、お、お待ちしてます。<laughs> 購入次第がつもです。<laughs> 正直に書きすぎた。ちょっとまだ。まだ何買うかわからんしなと思って、一時保留にしちゃったけど。でも、ね、なんか。可愛いお洋服見つけたら、それ着て。お話会。お話会。あれは握手会か。 ご紹介参加できたらなぁと思って購入次第にしました <laughs> お洋服買いに行きたいティックトック見てくれたティックトックに乗せた服は買ったけど今日はねティックトック更新したんですしかも vlog という Vlog になってんからわかんないけど <laughs> そうああいう系統のめっちゃ出してるお姉さんが がめっちゃ流れてくるんか彼そういうの見るの好きやからさでめっちゃ流れてくるから彼もちょっとやりたいなと思ってまねっこしようと思っていっぱい研究して今回やってみましたやってみようと思っていわゆるメンバーでそういうの出してる子おらんなと思ったからちょっとやってみることにしましたまたねお出かけした時は撮るようにしようと思います あ,あ,まあ足しびれてきたこんばんはこんばんはプーピロ2人とも名前の元気ないそうやねん <laughs> でもまあ心身はまあ心んざわやからやしんかうんラビーとかさうんじゃんなハルちゃんはハルちゃんパパやん 頑張った報告しに行くわ待ってる頑張った報告しに来てそれまで頑張るんやで愛 <laughs> してるよこんばんはこんばんはデズリンさんデズリンさんプレゼントに、ね、メンバーにねしてますよ2番の写真かわいすぎるしスタイルすぎるお嬉しいまだね載せてない写真もいっぱいある 本当はユニバの写真も載せたいしあのセレソさんでの撮っていただいた写真も載せたいしあともあのね、お誕生日の時の写真もまだ載せたいのあるの載せて載せれてないし意外といいいっぱいある、ね、載せたい写真そうでもあの携帯の容量がなんか全然なくて写真が多すぎてねいろんな今までの選抜の写真とか。やっぱ 大事に残してておきた写真が多すぎて消されへんやで移動させてないから写真をだから容量がパンパンで動画を先に消さないと携帯が偉いこっちゃやったから動画を今日作ったんですけどそうでもいっぱいあるねそうやって載せたい。です。 ごちさんもう会いに来てくださいねいっぱいお待ちしてます <laughs> ママめ見たーってありがとうそうめっちゃ嬉しかったああやって書いてくれるのめっちゃ嬉しいので待ってます <laughs> カレンタが元気そうなのが一番よ元気ないから元気にしてください <laughs> パシフィック自体久しぶりそうえよねイベントがね あったらね行く機会が多いけどね確かにあんまりないですもんね握手会とサメ会の日ちゃんと仕事休み取っていくよ最高いいえいいイいいえ,いえいありがとう楽しみにしてますありがとううんうん 棚下においでってててくれてるお大阪ダービービ行きたい行きたいなそう次の試合がね行きたかったな <laughs> 一日店長の時にもらったポスターの保管するケース探し中確かにああいうのってどこに売ってるんやろうね確かに嬉しい大事にしてくれてるの<れ>こんばんはこんばんは フーでピンクかグレーか迷う…お両方両方両方来て <laughs> 火分けて両方来て朝来て夜帰ろうか計画してるすごい横浜まで嬉しい嬉しいちょっとハードだけど嬉しい無理のない範囲ででもめっちゃ嬉しいよ こんばんは、こんばんはー背負いなげって言ってるまぼろしいなちゃうなかで。こ, <laughs> こんばんは、こんばんは <laughs> 今日はちゃんと一時ぽちぽちしてから寝るわ 約約束約束です何だったら今お願いしますこんばんはこんばんは残業中ですが購入報告カエル精一杯投げました 最高ありがとうのぶさん <laughs> ありがとうございます嬉しいですありがとう握手会もシャメ会も何の服着るか悩むをお,おめかししてきてください <laughs> この間ダズリンコラボのお洋服着てお店行ったら店員さんに話しかけてもらえたよおおー、ね、皆さん優しい スタッフさんやからな嬉しいありがとう来ていってくれてめっちゃ嬉しい TikTok 再投稿しますねお願いします <laughs> みんなもぜひ TikTok 今日載せてちょっと新しい試みをしてみたのでコメントと再投稿としてくださると嬉しいですお待ちしてますありがとうねあの旧 Twitter でも X でも 載せてくれてるの見ました。嬉しかった。こんばんは、こんばんは。韓国で見ています。あにょ。チョヌンカレーみだ。にんはせよ。カレーンタに会いにお来てくれるリアちゃん。いやちゃん待ってるよ。 じゃあ待ってるよ。顔が近くてドキドキします。<laughs> やっぱカレン顔近いんやこれ。<laughs> めっちゃねあの無意識なんです。<laughs> どうもすいません。ドキドキさせれたのであればよかった。<laughs> 悪い意味じゃないんやったらよかった。今回もいっぱい,会いに来ますか。 いやあき穂ちゃんアキちゃんめっちゃご無沙汰じゃないちょっと来てよーボード持って来てよ <laughs> ママペロがこれを感心してくれたからママペロのために会いに行く <laughs> 来て喜ぶわママも報告するわな来て来て <laughs> お待ちしてます こんばんは。こんばんはー。<coughs> 初見です。いらっしゃいませ。たけっち。たけっちさん。横浜詰めには貴重なイベント。本当じゃんいっぱい来てくださいね。本当に。もう一日しか行けないので、その日はめっちゃ会いに来てください。なかなかね、会えないのでね。 吉田たちえ、ね、ダジコンのね、見た見た見た吉田たちさんめっちゃあの、いっぱい喋ってくださって初対面やったからちょっとどうしようと思ったけどお優しかったですこれからもっと仲良くなりたいです <laughs> ぜひまたヨドコーの試合来てください行きますめっちゃ楽しかったです 楽しかったです。行きたいです。お延期、延期になタた <laughs> 承知しました。大阪5枚、予約、済み通ししたら行きます。お来てください。ぽちぽち、ありがとう。ぽちっと来たよ。ありがとう、おいちゃん。ありがとう。 会えるの楽しみインスタントんでる写真ああ <laughs> そうやなツイッターにも載せたな可愛い,いありがとう毎年誕生日ディズニーだけどおそうなんや素敵今年はカレンちゃんに会えるの夢の場所に変わりなくて嬉しいええー、ありがとう会おおう

劇場揺らし,ます、ね、しょっちゅうほんまに、ね、揺らして揺らして彼のボード持っていっぱいアピールしてくださいアピールしてくれるの嬉しいから待ってますあ <laughs> もう来い来い言うてる言ってる来 <laughs> <ん> <laughs> い来い来い来いっイヤー言ってるフフ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 フいフ <laughs> あい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 オリックスにどっぷりですカムエー離てこんばんはこんばんはとりあえずリアルは全日手投げますありがとうございますほんまにありがとう <coughs> ありがとう ほんまにさあの生誕の装飾がドストライクドストライクドストライクすぎても感動そして自慢でした <laughs> 皆さんありがとうございました頑張ってください頑張りますオリックスの話したいしようしよう着てきてしようもちろん卓球団さん推しの方も来てくださいね推し選手教えてください もっと詳しくなりたいので教えてくださいこんばんはこんばんはーシバスのオリックスのラッピングバスは乗ったの何回か見かけてる巨ョラで <laughs> 見かけてはいるこんばんはこんばんは youtube の履歴が先週の応援か動画で待ってます 誰推しになったの <laughs> 誰推しになったの？コスプレして握手会行かなあかんって言われてますおおみんなコツさんがコスプレするそうなのでぜひ握手会ハラカレンレーンにお越しくださいコツさんのコスプレも見れます言っといたで <laughs> <laughs> 誕生日の日に生誕見に来たことねえねえ来てくれたよね 誕生日な始球式ごいつですかそれなそれなまたまたしたいです心の底から誰推しとか決めれるってあ確かにそれはむずいけどけどなんかその試合その試合ごとに推し選手ができる彼はいつも「はあ!」って今日のこの守備最高やったとかなんかいい もうこのピッチング最高とかホームラン最高とかもうバッティング最高とかなんかその瞬間その瞬間に確かに押しが変わる <laughs> けど発酵しなことは変わらない森さんのプレー割と好きわかるー <laughs> この刺す感じがめっちゃよくない彼れもう盗塁を刺す刺すぞっていうこの姿勢が大好きにちょっと立ち上がるの わかる <laughs> みんなわかる <laughs> キャッチャーなののこうやってちょっと立つ瞬間とこれを撮る瞬間とフルなんていうのフライ取りに行くのとかめっちゃ好き <laughs> でもなんかぶつかっちゃいそうでめっちゃドキドキする「壁壁大丈夫かな?」とか最近。 惜しいおー福田選手今日やばかったね今日すごなかった忍者かと思ったひゅひゅひゅってすごいちょっと一瞬アウトかなと思ったけどスローで見たら全然いけとったもんねしびれましたわ今日もいいよねあっ <laughs> この間のグラグラカステラグラグラしながら食べたよあ <laughs> お揃いしてくれてるやん嬉しい美味しいよね味めっちゃ美味しくない美味しいよ今度オリックス初現地参戦するの楽しみすごい現地に現地に来るのいいねいいね京セラですか カエちゃんと話すときかわいさに圧倒されるんよね。ほんま <laughs> いっぱい話しましょう。う <laughs> お待ちしてます。カステラ美味しかった。美味しいよね。みんなもぜひ食べてみて美味しいからあれ。今申し込みのありがとうとっくん。ときどきてんぺん。とっくん。ありがとう。<laughs> 何話そうかなほんまに。 お気軽にでもだいたいみんな何話そうかなって言ってくださるときは何きっかけできてくれたんですかってめっちゃ聞く歯切れですね <laughs> ありがとうございます <laughs> 応援バット叩いて応援するほんま嫌なこと忘れられるか最高ですわね彼家で応援か熱唱してるもんお風呂とか熱唱しちゃうもん 響くからさ最高でも聞こえてそうやから怖いな気をつけよクレームくるわ B の帽子気づいてくれて嬉しい <laughs> だから行くことえーありがとうえー嬉しいかりちゃんにハマってしまいますえー嬉しいありがとうありがとう嬉しいたかさんめっちゃ嬉しい 待ってますね会えるの <laughs> こんばんはこんばんは握手会とオンラインお話し会するぞわあ待ってるぽーちゃんぽーちゃんいつもノープランやからな確かにねめっちゃ長い時間を取ってくださるけどノープランでもあっという間ほんまにいろんな話しますね深い話もするし最近の話とかちょっとねするし 全部好き家族パー1位になってわーありがとう彼ももっとするなもっとするわほんまやほんまやカジュアルパーティーしましょう <laughs> 家で応援歌熱唱してたらパパ負けじと阪神さんの <laughs> 応援歌歌いだすからバチバチやば関西ダービーやんお家でお家でパパ ななんかないわ卒業の年ですよ <laughs> やった、ね、約束やででもほんまにいろんな話してくれるの素直に嬉しいから全然お気軽にいろんな話してねみんなの話聞くのも好きやし話振ってくれて答えるのもどっちも好きやからさ全然みんな喋りかけてくださいねプロ野球好きだから握手会行ってみたい来てください 来てください教えてほしいしオリックスの話はまだ分かる方じゃないかなと思うからねその話もしたいですやっぱ「てっかいで」で知りませんもう知りませんもう読みません <laughs> そうあそうやあのね 皆さん、ティックトックか連ンキあげたんですけど、ぜひ皆さんもまた彼のティックトック動画作ってくださいね、可愛いやつでお願いします <laughs>。楽しみにしてます。かわいいやつでお願いします <laughs>。こんばんは、こんばんは、ヤっホー。おたさんのサムライジャパンのユニフォーム着てもオッケー。もちろんオッケー。ほんまにあの彼はオリヒメなんですけど、皆さん、タ球団さんのユニフォーム着ても着てきてほしいし、いっぱいその いろんな推し選手を教えてほしいし逆にオリックスもお揃いしたいし他のね球団さんも大歓迎なのでぜひ教えてくださいサッカーもラグビーもバスケもね大歓迎やよ阪神タイガースのことしかわからんおお昨日森下選手ホームラン打ってましたね今日もサトさんが打っておられましたねちょっと見た さっき今日は西投手が投げてましたねそして中川選手が投げてましたが中川選手ってオリックスやったっけあれオリックスの選手だった気がすると思って決めてた合ってるかなーって思いながらねそうもっとちゃんと詳しくなりたいな まだ勉強不足だし全然新規やけど新規でもこれくらい好きになったなったことが嬉しくてそれを共有したくてあってます <laughs> やった中川颯選手投手出見ました <laughs> 頑張れと思って見てたなんかやっぱりそういうねオリックスにいた選手が違うチームにいても ぱって見たら頑張れって応援したくなっちゃうカレジお疲れ様はーセイさんはーセイさんこの前聞きましたよありがとうございますあやましようにイベントを待ちしておりますみんな来てくださいじゃあもうちょっとしたらそろそろショールーム終わってちょっとだけねあのファンクラブ の方の配信もしたいと思ってるのでもしねファンクラブ入ってくださってる方はそのままお待ちください。歯並び綺麗やな <laughs>。はいありがとうございます。ね、歯並びは自信ある <laughs>。並びだけ。 いつも緊張してててて何話ししいいいか分かりません絶対嘘 <laughs> いつも緊張してなくていつも何だろういろんな話をしてしまいますバラの間違いですよねポンポン山さんちゃんと呼んでますよ <laughs> そういつもねみんなのコメントを見て楽しんでるねっていう話もしてくれたんですよオンライン話し会でみんなのコメント見てるって <laughs> これからポチ入れますありがとうお忘れのないようにまたポチ完了したら教えてくださいもう本当に正直悔しいので部数を増やしたいので皆さんこの第1次の受付からスタートだしめっちゃ大事なので応援パパお願いしますほんで素直にみんなのお顔を見てお話できるイベントがあることがめっちゃ嬉しくて楽しみにしてます 劇場のお見送りでも「花並び綺麗だな」って声かけるわ <laughs> めっちゃおもろいな <laughs> めっちゃ笑っちゃうかも嬉しい嬉しいです言ってくださいママがサッカー観戦で初カレンちゃん見て生もめちゃくちゃ可愛い子で足綺麗だねって言ってた嬉しい玲かちゃんママもママさんもありがとうございます 嬉しい嬉しい。めっちゃ嬉しい。頑張れ頑張る応援来てんなマーん待ってます。ガンガンポチポチするからな。でも、カイトさんのガンガンはほんまのガンガンなのでめっちゃ嬉しいです。関西弁を話せますか関西弁です、私。おすすめの日ありますかおすすめの日どれだろうちょっと待ってね。今日ね、考えて今日出したから。 いやでもスポーティーフーディーで再開六6月22日56分はあラズリン×ハラカレンデートしているのでぜひこのパーカーを持ってくださってる方はお揃いしてほしいしうんポニーテールするのも珍しいね6月23の789分分かんない夏になったらめっちゃポニンテールばっかしとったらごめんけど意外と彼ヘアアレンジせえへんしてるからポニーテールも。 珍しいかなって思ってますで初夏の7月6日789ブラックノースリーブもブラックいつもみんなからめっちゃ好評いただけるので今回もどうかなってで7月7日は七夕の日なので織姫ピロにしてますオリックスの織姫なのかおえ様の織姫なのかはまだ分かりませんがお楽しみにです <laughs> はい あとオフショルも人気なのかな ?8 月31日は花火ということで789分をオフショルにしてます9月1日はスポーツなのでぜひこの日はねみんなのそのさっきも言ったユニフォームとか推し選手の推しポイントとか教えてほしいしぜひ何でも歓迎でなのでスポーツもおすすめですねこれがオンラインお話し会かなで あの個別写メ会と肩叩きの日があるんですそれが6月9日の日曜日大阪で a t c ホールなんですけどこの日は n i v 4 8の衣装衣装さんが準備してくださる衣装なので服装は特にないです。で個別の握手会が大阪 a t c ホールが6月の8日8日土曜日ですね <laughs> a t c ホールであります清掃 なので567部はミニスカを履く予定です89部はまだ買えてないので交互期待い可いいのゲットしたらそれを着ようと思ってますで8月4日は日曜日はパシフィコ横浜ですで4部は短パンにロングブーツとかロングブーツのコーデにしようと思ってます123部はまたまた購入次第なので可愛いのを準備しようと思うので是非着てください こんな感じです棚元はないですね、ないです <laughs> ないおひさー、おひさーですのでお待ちしております絶対領域出ちゃう出るやつちゃうんですか出るやつです <laughs> 待ってます こんばんは、こんばんは。ありがとう。じゃあ、そろそろ配信終わろうと思います。ファンクラブの方で配信するので、ぜひ、ピロピロ広場、ご登録してください。そして、今日ね、ピロピロ広場もいっぱい写真と動画も投稿したので見てほしいのと、じゃあ、TikTok は新しく Vlog 風で、初めてあげてみたので、ぜひそれも見てみてください。コメントと、そして、再投稿、ぜひしてください。嬉しいです。 インスタもさっき更新したのでいいねとコメント待ってますインスタのコメント読むのも大好きやね FFF さんありがとう絶対の領域には釣られない強い気持ちで絶対釣られるカレンの絶対領域は強いと思うもん <laughs> バイバイまたねまたねマッコウてな ロッキーのキュありがとうおそうだねゆりりん徳の画像でしたおはる元気やったでではではあガールズペディアさんのアンケートぜひお願いします5月3 1日まで当日寄進有効ですではファンクラブの方に行きますまたねーショルムもフォローしてねありがとう